こんにちは、ヒロジーです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は別府地獄を巡りながら、そこにある足湯などを楽しんでみたいと思います。昨夜宿泊した日本旅館うつわを後にした私たちは、別府を見下ろす高台に立つ貴船城へ立ち寄り、金運をもたらせてくれるという白蛇、金箔竜王に運をいただき、別府の野田地区にある血の池地獄に来ています。血の池地獄は別府の7つの地獄をめぐる別府地獄めぐりの一つで、神縄エリアの地獄からは少し離れた野田エリアに竜巻地獄と隣接している地獄です。それでは中に入って行きましょう。今日は火曜日、観光地では一番お客さんが少ない曜日なのでしょうか。入場するお客さんは少ないですね。門をくぐると手水がありますが、これも温泉で暖かいですよ。先へ進むとお土産屋さんがありますが、ここが地獄への入り口となっています。ここで地獄への通行料を支払うわけですが、閻魔様は太っ腹で、7つの地獄の共通券を買うと大幅な割引になってるんです。店内をまっすぐ進み、外に出ると地獄の景色が広がります。血の池地獄は日本で一番古い天然の地獄だそうで、この地獄を一言で表すなら赤い熱泥の池です。地下の高温高圧下で鉄やマグネシウムなどが化学反応を起こし、酸化して生じた赤い熱泥が地層から噴出し堆積するため、池一面が赤く染まっているのだそうです。昭和2年9月に爆発を起こした場所のようです。その時の爆発実況高さが220メートルと記載されています。少し小高いところにある展望所から見た血の池地獄全体です。展望台の階段前にある軟膏や温泉の素を販売している売店です。血の池の熱泥成分を使った軟膏は血の池地獄園内のみの限定販売で、皮膚病によく効くようで、リピーターの多い一番売れ筋の品だそうです。別府地獄の中には足湯などの温浴施設を併設している地獄が4箇所ありますが、この血の池地獄にも足湯があります。比較的気温の高い湯口の方で入ろうと思います。足湯としては少し温度が低いように感じますが、入っている時間が長ければそれなりに温まるでしょう。泉質は酸性緑盤泉で、源泉温度は78度 C とありました。湯船の中には大きなザボンも浮いていました。10分ほどで足元が気持ちよく温まりました。そろそろ次の地獄に向かいましょう。帰り際、彼女は売店の入り口でくじを引いていました。まだ旅の途中なので買い物をするわけではないですが、少し売店の中を見て回ります。陳列棚にはいろいろな標語が書かれた仕切りがありますが、ツッコミどころ満載なものもあります。血の池地獄を出て歩くこと1分、お隣の竜巻地獄に到着です。
ここの売店には、ジェラートショップがあり、竜巻農園の果樹園で収穫された、季節限定のみかんの生搾りジュースや、大分産のミルクとフレッシュ素材をふんだんに使用した、口どけ豊かなジェラートも人気があります。竜巻地獄は、別府市の天然記念物にも指定されている。噴出が、30から40分間隔という極めて短い間隔で噴き出す、貴重な間欠泉です。豪快に噴き出した熱水は、安全のため屋根でせき止められていますが、実際は30メートルほど噴き出す力があるそうです。噴き出しが始まるまで、しばらく観覧席で待ちます。始まりました。噴き出す熱水は、地下では150度 C の高温水であり、噴き出る噴気も約105度 C あるといいますので、触ることなどできない危険な暑さです。噴き出す量も1日で600キロリットルという量ですから、家庭の浴槽なら約3000杯分。このように床を覆うと、目立っていたら8分ほど吹き上がっております。天気の105度、地獄水で一番高い温度でございます。最後までごゆっくりご覧ください。この池にたまる熱水はどこに流れていくのでしょうか。貴重な自然の恵み、家まで運べるものなら運びたいですね。吹き出しは10分弱は続くようですが、そろそろ次へ向かいます。血の池地獄の駐車場奥にある極楽亭によって、名物グルメで食事を済ませてから神奈川エリアの地獄に向かいたいと思います。入り口を入ると2組の先客が順番待ちしていました。どうやらコロナ対策で席数を減らしているので、空き席を待たなければいけないようです。食事を済ませた方と入れ替わりで席に案内されました。この時間帯使用されているテーブルは八角のみのようです。座卓席もあるようですが、座布団は片付けられています。メニューは血の池地獄オリジナルメニュー、大分名物の定食や丼、ドリンク類、ケーキやプリンといったパフェメニューと結構多彩。私はオリジナルの血の池バーガーとコーヒーを頼みました。皮付きのフライドポテトがついています。バーガーは牛赤身肉の焼肉を中心にベーコンや卵も挟み、ボリューム満点、バンズも店で焼き上げたものを使用しているそうです。とても大きなバーガーですが、完食しました。ごちそうさまです。とても美味しかったです。神奈川エリアの地獄にやってきました。最初に、御幸坂を下って白池地獄に向かいたいと思います。駐車場から、5分もかからず白池地獄に到着しました。ここには、温泉熱を利用した熱帯魚館があり、アマゾンに生息する巨大ピラルクやアロワナ等、珍しい熱帯魚を見ることができます。白池地獄は、和風庭園にある池より噴出する、熱湯の地獄です。この熱湯は、もともと無色透明ですが、池に流れ落ちることにより、温度と圧力が低下し、青白く色が変化するという不思議な熱湯です。池を見下ろせる撮影スポットがあるようですので行ってみます。
なかなかいい感じの写真が撮れそうな場所です。撮影技術もセンスもない私には良い写真など撮れませんけどね。日本庭園の小道を歩いて先へ進みます。石橋の下を流れる小川は温泉の川のようですね。神奈川温泉の開祖一辺上人の石像です。さらに先へ進むと熱帯の淡水魚を飼育する池があります。これはスッポンモドキというらしい。何やらたくさんうごめいていると思ったらグッピーでした。尾びれが綺麗なグッピーも上から見るとただのメダカですね。大型熱帯魚の飼育されている館内に入ります。シルバーアロワナはアロワナ属の中での最大魚のようですよ。手前はアリゲーターガーだと思います。淡水魚中の最大魚、ヒラルクの水槽です。世界一うまい魚だと書いてありますが、どれほどうまいんですかね。彼女は大切の写真と比べて迷ってるようです。大きなティラルクの剥製が記念撮影用に展示されてます。この先に熱水の吹き出し口があるようです。記念撮影スポットです。数人が交代で写真撮影してました。またここには郷土美術館もあるのですが、今回は割愛しました。御幸坂を来た方向に戻り、鬼山地獄に向かいます。飼われているワニを見たかったのですが、施設整備のため休園となっていました。道路を渡り、向かいのかまど地獄に行きます。かまど地獄は、90度の熱水が噴気とともに湧き出している地獄です。ここは、地獄巡りのダイジェスト版と言われるほど、様々な地獄があります。まずはかまど地獄1丁目。この地獄は茶褐色の熱泥地獄です。地下の岩盤が地熱で変化し、いろいろな粘土となって溶け出した地獄です。1丁目から先に進むと大きなかまどの上に仁王立ちの鬼がいる場所に来ます。ここがかまど地獄を象徴するかまど2丁目です。かまどの鬼は、改心してかまど地獄の門番になったという、八幡かまど神社の伝承の鬼だそうです。そしてこの場所は、地獄を代表する撮影スポットでもありますね。岩の間からは、100度 C の蒸気が噴出しています。コバルトブルーの綺麗な小さな池、かまど地獄3丁目です。池の周囲の白い物質は、温泉沈殿物で、長い年月をかけて固まったものです。昔はハート型だったような記憶があります。池の横には極楽1丁目から4丁目という飲む温泉で足の蒸し湯などが並んでいます。喉や肌が温泉の蒸気に触れることで保湿効果を与えてくれるようです。かまど地獄4丁目1丁目のような熱泥地獄です。ここからはブロワーを持った案内人が煙を当てて湯煙の状態を解説しながら案内してくれます。立ち上っている湯気は粒子がとても小さいので普段はあまり見えないが、煙を当てると水蒸気と結合し見えるようになるというような説明でした。案内人についてかまど地獄5丁目にやってきました。ここは青白色の大きな池になっています。噴出口では案内人はここでも煙を当てて
大きく立ち上る湯気の変化を見せています。この池は年に数回突然色が変わる不思議な池で、青や緑、色も濃くなったり薄くなったりするそうです。かまど地獄6丁目にやってきました。この池の色は以前は灰色だったといいます。地中に含まれている鉄分が何らかの原因で溶け出し、このような赤い色に変化してきたようです。ここでも案内人がブロワーで煙を当て、発生する湯煙を見せてくれます。おさらいにはなりますが、やる前からずっと蒸気は出てるんですが、粒がとても小さいので見えていないですね。売店と足湯のある場所に来ました。これ何でかというと、今ご覧いただいたのが夫の、かまど地獄の足湯は源泉かけ流しで3種類ありますが、特に真ん中の砂の入った足湯が人気があるようですね。私たちも歩き疲れた足を足湯で癒し、売店で何か買って3時のおやつとしたいと思います。売店では温泉ピータン、石垣まんじゅう、醤油プリンなどを販売しています。私はかまど地獄名物の醤油プリンとコーヒーを購入しましたが、このプリン、レアチーズケーキのようなまろやかさで、甘さ控えめのとても濃厚なプリンでした。最後に、出入り口にある幸福の鐘を鳴らします。鐘を鳴らせば、地獄の鬼が幸せを運んでくれるそうですが、鳴らすのは1回だけ。それ以上鳴らすと、鬼の機嫌を損ねるようです。車を移動し、海地獄にやってきました。かまど地獄から歩いた方が早そうですが、歩きたがらない二人です。海地獄は、別府地獄の中で最大の規模を誇ります。ゲートを入ってすぐの池には、熱帯睡蓮が、季節外れの花を咲かせています。これも、暖かな温泉水の恵みですね。海地獄は、約1200年前、鶴見岳の噴火とともにできた。熱泉の一つです。海地獄は水面が海のようなコバルトブルーに見えることから、その名が付けられましたが、地獄とつくのがふさわしくないほどの美しさです。広い売店の中を通って地獄に向かいますが、2階にあるギャラリーやおも地獄や温泉に関するトリビアが満載で、立ち寄ってみる価値があります。売店を抜けると、目の前に湯煙立ち上る青い海が現れました。源泉温度は約98度あり、泉質は酸性。水面が青く美しく見えるのは、硫酸鉄を多く溶解しているからだそうです。竹の竿の先に使っているのは温泉卵。地獄巡りの施設では唯一海地獄だけが地獄湯での温泉卵だそうです。湯煙の奥に熱水が噴き出ている場所があるのですが、すごい湯煙でよく見えません。こちらは撮影スポットの名盤。名盤の前を通り過ぎると赤い鳥居が並んでいます。この鳥居は地獄を見下ろす山手にある白龍稲荷狼に参る鳥居です。橋を渡って、坂を登ってお参りします。家内安全、商売繁盛、交通安全の御利益があるそうです。白龍稲荷狼にお参りし、大鳥居を右に行くと、お地蔵様の祠があります。お地蔵様の前を通り、湯煙立ち上る、池の裏を歩いて行きます。噴気の中の、
熱水が噴き出すあたりの後ろに祠のようなものが立っています。噴気がすごくて何の祠かよくわかりません。髪の毛もしっとり濡れてしまいました。少し小高い展望台にやってきました。湯煙で全貌できなくて残念です。この石碑は昭和天皇が皇太子様だった頃に訪れられたことを記念して建てられたそうです。園内の温室にやってきました。この温室では温泉熱を利用してオオオニバスの育成や熱帯スイレンを栽培しています。育成プールの中にはたくさんのヤゴも繁殖していて、温室内には無数のイトトンボが飛び回っていました。それではしばらくの間スイレンの花をお楽しみください。この温室では熱帯スイレンの他にもランやハイビスカスなど熱帯性植物が育てられていました。温室を出てまっすぐ進むと大きな岩の隙間から噴き出し黙々と高く上がる湯煙に出会います。これが赤池地獄です。ここから出口に向かって進むと海地獄の足湯の入り口に着きます。奥に向かって進むと足湯を楽しんでいる人の姿が見えます。ここの足湯はバリアフリーで車椅子も入れます。足湯の奥には95度 C の源泉を冷ます装置があります。ある程度冷めた源泉の湯はこの溝を通って足湯に入ります。今まで入っていた方たちが帰られたので湯口の近くに移りました。ここは少し高めの気持ちよい温度です。皆さん帰られ、誰もいなくなって貸し切り状態となりました。湯口のそばでは、足で湯を混ぜていないと、時折熱い湯に触れびっくりします。気温高めの、とても気持ちよい足湯でした。出口のそばの蒸し釜では、名物のまんじゅうを蒸しているようですね。すぐ隣の鬼石坊主地獄にやってきました。鬼石坊主地獄には鬼石の湯という温浴施設もあるのですが、火曜日は定休日で利用できません。園内に入るとすぐ目の前に灰色の熱泥がポコポコと沸騰している姿を見ることができます。鬼石坊主地獄は一旦閉鎖されていましたが、平成14年にリニューアルオープンしたのだそうです。灰色の熱泥が沸騰する様が坊主頭に似ていることから坊主地獄と呼ばれるようになりました。こちらの岩石帯は鬼の寝床と呼ばれているそうですが、噴気の音が轟音なので鬼の高いびきと名付けられました。一番奥の池にやってきました。その先に見えている建物は鬼石の湯の建物のようです。ここ鬼石坊主地獄にはこのような泥池が4カ所あります。坊主頭のように膨らんだ瞬間は昔のカメラではなかなか収められないですが、今は携帯カメラでも簡単に撮れるようになりましたね。鬼石の湯から流れる温泉水でしょうか。園内を小川となって流れています。流れの先にこの地獄の足湯も見えています。
坊主頭を見ながらそちらに向かいます。ここからの映像はスローモーションです。足湯の建物にやってきました。池の中に島があるような独特な形をしていますね。泉質はナトリウム塩化物泉。こちらの足湯は他の地獄の足湯とは異なり、楕円形となっているのが特徴です。輪になって一体感を味わいながら湯のぬくもりで疲れを癒してほしいとの願いのようですね。立て続けで湯に入るようになるので、ここでは湯に触れただけにしました。4時間かけてゆっくり巡った地獄巡りも、ここ鬼石坊主地獄で最後になります。このこびりという休憩所で鬼石地獄名物地獄蒸しプリンや地獄で炊き上げた山菜せいろおこわなども食べてみたかったですが、定休日では仕方ありません。そろそろ旅を終わりにします。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。オミクロン株の蔓延でまたある程度規制がされるようですが、皆様も感染対策を十分にして健康にお過ごしください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お元気で。さようなら。